はようございます。今日も撮っていきたいと思います。リハがあるので今スタジオに向かっています。今日も一日撮っていきたいと思います。着きました。今日も一日頑張ってきます。今日の相棒とやっています。なんと休憩が2時間あるということでカフェに行きます。着いた。ビールある。あ、すごい、みんな盛り上がってる。おしゃれカフェに来ました。素敵。若林のオールデイズカフェさん。あ、こっちに。あ、そう。自撮りモード今。みんながこれ撮ってるのをすごい今まじまじと見ていて、ちょっと恥ずかしい。ほら、ゼリーナッテ。飲み物なのか。それはゼリーのミルク入ってる。ハニーエスプレッソゼリーナッテを頼みます。おしゃれカフェでした。はい、スタジオ戻ってます。みんなで女子会してきました。はい、今日の仕事を全て終わりました。今日はリハだけだったので、のんびり、今日はのんびりでした。意外とみんなでお茶しに行ったり、なんか顔赤いなんでみんなでお茶しに行ったり楽しく、させていただきました。じゃあ帰ります。お家に帰ってきました。今からご飯。すごい美味しそう。夫が作ってくれた。美味しそう。ありがとう。ふふふ。今日も一日無事に終了しました。もうね、今日もいっぱい引きました。そして帰りに嵐のような雨がすごくてですね、車の運転が結構ドキドキしましたけども、今日も無事に終わりましたこと感謝申し上げます。いや、もうなんか目がこんなになってるよ。今日もすごいいっぱい引いたよ。のんびりだったけどいっぱい引きました。昨日からずっと引き続けているので、私はそろそろ手からバイオリンが入ってきそうです。というわけで明日もなんと2個のプログラムで10時間もレコーディングがあるんです。はい、2個のプログラムで 10時間のレコーディング、張り切っていきたいと思います。ではおやすみなさーい。おはようございます。はは。今日は、11時から18時まで、そしてその後8時から23時まで合計10時間のレコーディングがあります。今スタジオに向かっています。いや、結構ここ最近もうバイオリンずっと弾いてるから。家にいる時間より多分バイオリン弾いてる時間のが長いですね。今日も楽しんでいきたいと思います。スタジオ着いた。今日は哺乳のスニーカー入ってきたよ。さあ、そう、ここは一昨日も来たスタジオです。ほら、ほら、ミス先生超かわいい。気分上がります。じゃあ行ってきます。はい、今レコーディング7時間終わって、次の現場のレコーディングまで時間があるので、ミッドタウンで
夕飯を買いに来ました。もう30曲ぐらい多分弾いて、結構キレッキレです。頭の中ナチュラルハイ気味かもしれません。ピヨンピヨンピヨン。ではちょっと行ってきます。いっぱい売ってるゾーンに行きます。サラダ買ったのでスタジオに行きます。わー、滞在時間がミッドタウン5分10分ぐらいで、駐車場が0円だった。じゃあ行ってきます。はい、スタジオ着きました。じゃじゃーん、食べます。なんとお茶をいただいてしまったスタジオの方にありがとうございます。はい、というわけで先ほどの7時間そして3時間合計10時間のレコーディングが無事に終わって、10時半11時ぐらいにお家に帰ってきて、今はシャンパンを飲んでいます。いや、ここ3日間本当よくバイオリン弾きました。毎日8時間ずつぐらい弾いてたんではないかと思います。いや、それだけ弾く時間を与えていただいて本当感謝なんですけれども、なかなかハードでございました。スタジオの中とかはあまりこうね撮ったりできないからあれなんですけど、今回はこのバイオリニストの日常お仕事の様子みたいのをちょっとだけでもお伝えできればと思って動画を回してみました。でも全然弾いてるところは撮ってないね。じゃあ弾いてるところは、MV とか、あと配信リリースしたアルバムなどで聴いていただけたらと思います。今日も最後までご視聴ありがとうございます。いいね、高評価ボタンもぜひよろしくお願いします。そしてなんだっけ、もうね脳がねバグってきています。でも最後まで言えるかな。ありがとうございました。おやすみなさい。今日は1本開けます。バイバーイ。